うわ、でかい。うおもいただいていいですか。どんな感じでしょう。釣れたかった。重たかったですか。縦いいですか。縦でもらって。いいですね。はい。こんにちは。こんにちは。6月18日タラジーング行ってきました。出船場所は、京都宮津の、ワープゾーンという船で行ってました。どんなポイントでした。ポイントは僕もね、あんまり経験ないんですけども、はい、今回行ったところは水深 170m なんですけど、普段はもうちょっと深いところで、見たいですけどもね、で今回使ったジグなんですけども、普段は 300g 前後ぐらいなんですけども、まあ、夏場のちょっと潮のややこしい時とかがあるんで、挑戦者に曰く 400g ぐらいまでは用意しておいてって言われたんですけども、当日使ったジグでいうと大体まあ300から 350g ぐらいですね。まあ、それでもう完全に完璧に底は取れるんで、まあ、これで十分かなとは思います。で、まあ、当店で、在庫している、まあ、ジグなんですけども、まあ、比較的、まあ、300g 前後ぐらいのものはたくさん揃えてまして、で当日よく使ってたんですけど、ソルティがアームズ EG だが 300g、ジグからバーチから僕はこれ使ってましたね。ラングスラー、これは300、はい、これで釣れてましたね。釣れてましたね、これね。僕はこれで釣りました。やっぱロングジグって言ってましたね。シルエットが大きい方がカラーにも。そうですね、まあ、とにかく、まあ、そこの方水深も深いんで、まず魚にジグを見つけてもらうということも前提になるので、少しやっぱりシルエットの大きいものを選んでくださいということになって、まあ、出船前からいろいろこうジグを選んでやっていただければ、まあこれぐらいの種類になります。じゃあ次は針はどんな感じですか。針はね、はい、まあジグに合わせてもらうだけでいいと思います。例えばこうなったりとか、まあ、アシストの長さですね、まあ、針の大きさもそうなんですけども、まずアシストの長さがジグの長さに合うように、まあ、3センチから5センチぐらいまでいろいろ揃えてますので、これを一旦ジグにこう合わせてもらって、どんなものかなって選んでもらったらいいと思うんですけども、当日その日によってアシストが長い方がかかる時と、アシストが短い時がかかる日があるみたいなんで、一応にそのジグに対して合わせるわけではないんですけども、一応目安としてはそういった選び方になります。針先とかどんな感じですか。眠ってる方が針先ですか。まあ、比較的ただポイントが、まあ、狙わないところばっかりではないんですけども、やっぱり今回調校してもジグなんかはベストしてるんで、できるだけ針先はちょっと内向きに入ったものがいいんですけども、ただそうなってくると、まあ、バイト自体は比較的フォールで当たることが多いので、ストレートポイントのこういう中心から人用のこういったストレートポイントの針なんかもいう方になってきます。使い分けですね。使い分けですね、その時の状況によって。はい、じゃあ次タックルです。タックルですね、まあ、ロットなんですけども、まあ、島野さん出てるもので言うと、まあ、スロー用の、まあ、4番5番ぐらい、比較的ジグも 300g、まあ、重たいので 400g ぐらいまで使うので、まあ、一応3番でもできないことはないですけども、やっぱりお持ちであればもう4番5番ぐらいの硬さのものがあればいいかなと思います。ラインですけども、まあ、水深今回170とか深くても190ぐらいだったんですけども、実際まあ 200m 以上使う深いところもあるんで、こういった、まあ、太さでいうと 1.2 から 1.5 の 600m 巻いてるのがやっぱ安心ですね。何かとまあトラブルもあるので、それはトラブル回避ではないですけども、 600m 巻いてると安心かなとは思います。はい、
ハイシーズンはね、これから7月、はい、8月、まあ、船長もおっしゃってましたし、まあ、夏のタラ、これ食べても美味しいですからね、お作りにしてもいいですし、まあ、夏のタラ、鍋にしても美味しいって言いますし、まあ、食べ方他にもね、フライ、白身のフライなんか、またたくさんあるんでね、ぜひぜひ、難しい釣りではないので、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい。お待ちしております。